MLB、ブレイブス、ドジャース、日本時間16日、アトランタ。ドジャースの大谷翔平投手は15日、日本時間16日、敵地で行われたブレイブス戦の5回の第3打席に12打席ぶりの安打となる敵地2塁打を放った。打球速度114.4マイル、約184.1キロの強烈な当たりは、打球速すぎ。 大谷らしい打球速度、ほんとめちゃくちゃ速いな、とファンも関心だ。実際の映像、速すぎて中継にも映らず。大谷翔平の爆速184キロ2塁打。大谷は2試合無安打で迎えたこの日の一戦も、1番、指名打者、で先発出場した。0-2の5回2試2、西23塁から、 40歳未腕でチャーリー・モートンの内角低めのフォーシームを通列に右翼戦へと弾き返した。同点かと思われたが、三塁走者は悠々生還も二塁走者は三塁ストップ。これには、大谷の打球が速すぎて一塁ランナーのラックスがホームに帰ってこられなかった問題。大谷の打球が速すぎたのかもしれないけど、同点になってほしかったなぁ、打球が速いので。 皮肉なもので一塁ランナーが帰れず、大谷さんの打球がクッソ速いのだと思いますよ、と思わぬ展開にファンが反応した。